はい、それではペルソナ5ザ・ロイヤル続きやっていきたいと思います。まあここでね、前回はジュースを買ったんですが、予告状を出しにアジトに行きたいと思います。アジトに集まりましょう。レッツゴー。あとは予告状を出して鴨下の心をいただくだけだ。了解。なら最初から予告状出しときゃいい話じゃねえか。そう簡単にいかないんだよ。お宝はいつまでも実体化しているわけじゃない。刷り込んだ意識が薄れればまた消えちまう。おそらく持って一日かそこらだ。なるほど。んだよそれ、超シビアじゃねえか。けどこれで予告状出せんだろ。さっさと改心させちまおうぜ。いいか。さあ、お宝がなくなればパクプレスは消滅する。やり残したことがないようにしろよ。一応意思は集めたからいいかな。予告状を出した夜は外出できません。また翌日は必ずお宝を奪取することになります。準備は予告状を出す前に済ませておきましょう。そのパレスに二度と入れなくなります。宝箱アイテムの取り忘れに注意しましょう。予告状を出さずにパレスに潜入し、アイテムやペルソナを探すこともできます。ただし残り期限にはくれぐれも注意しましょう。ということでね、予告状を出していきたいと思います。さあ行きましょう。その言葉待ってたぜ。レッツゴー。いよいよ明日だな。一応明日も学校だからな。明日の朝予告してその日のうちにやるんだよね。予告の効果は長くは続かないからな。不安か。大丈夫、やれるさ。待ちくたびれた。報いを受けさせよう。罪を償わせるんだ。相当だぜ。改心させよう。絶対成功させるし。予告状は誰が用意する？俺に任してくれ。ほう。なんで？なんでって、なんでだよ。ここ大事なとこでしょ。あんたで大丈夫？同感だ。疑われてんな、リュウジ。派手にかましてやりてんだよ。書かせてくれよ。なあ、いいだろ。書けるのか？まあ、好きにしろ。おや、野郎にぶつけたい短歌なら常に100個は頭にあるからな。本当か？誰が書いたか分かるようなのやめてよ。分かってるって。よし、いよいよ明日だ。さあ、リュウジはどんな予告状を作ってくるか楽しみだよね。お前ら、準備を怠んなよ。了解。さあ、夜になったね。ルブラン戻ってきたぞ。さてと。さあ、泣いても笑っても明日が勝負だ。準備は万全にしておけよ。了解。予告状に書きたいこと多すぎてまとまんねえわ。ちょっと本当に大丈夫なの？まあ任せとけって。ちゃんとマークも考えてある。マーク、明日のお楽しみだ。なんか不安。それよりお前らちゃんと休んどけよ。明日が勝負だ。失敗したらアウトだからな。任せろ、頼りしてるからね。大人は信用できねえ。だから俺らだけでやるんだ。絶対に成功させてあっと言わせようぜ。これコープできんのかな。いつもと様子が違うな。お前そんな険しい顔してたか。人生うまくいかねえことばかりだ。そんな肩に力が入ってたら失敗すんぞ。勉強はできるんだよね。いいか。どうする？勉強できるけど、ちょっと今日はあれすっか。テレビ、明日は結構だ。休むも準備するもん前しないんだが、やれることはやっておけよ。テレビ借りてきたからさ。DVD 借りてきたから、それ見ようぜ。DVD プレイヤーがあるんだったな。 DVD を鑑賞すると時間が経過しますが、作品によってさまざまな能力が高まります。一つの作品は複数のエピソードからだり、一度に全部は鑑賞できません。これは本と一緒だね。で、今バブリーヒル高校白書ね、この パロディのやつ見ていこうか。等身大の青春ドラマ。俺が彼女と付き合ってるって？おいおい、勘弁してくれよ。ディラン、
あの夜、愛してるって言ったじゃない。高級住宅地バブリーヒルを舞台にした青春群像劇だ。うわ、海外の高校生って進んでるな。お前感化されるなよ。ったく、何を言ってるんだか。人に救われるために必死なのが伝わってきたな。魅力について学べたんじゃないか。お、2個も上がった。いいね。これ魅力自体は初めて上がったな。じゃあもういい時間だし、そろそろ寝ようぜ。てか、あの体勢のモルガナいいよね。あの体勢の猫って可愛くない？さあ、23日。予告状。あ、かっけえ。こんなんなんだ。最近休日どこも行ってないな。ショッピングとか化粧めんどくて、結局ゴロ寝しちゃうんだよね。そうそう。わかる。私なんて通販様々だし。特に日曜のテレビショッピングが最強。日曜のテレビショッピング？風邪の時のマスクとか便利グッズもあって、超使えるよね。あ、テレビか。でもチューナーがないって言ってたから無理じゃねえかな。見れなさそうだけどな。さあ、予告状。予告状？来たね。朝来たら貼ってあったってよ。リュウジが貼ったのかな。色欲のクソ野郎、鴨志田スグル殿。テイクユアハート。抵抗できない生徒に歪んだ欲望をぶつける。お前のクソさ加減は分かっている。だから俺たちはお前の歪んだ欲望を取って、お前に罪を告白させることにした。私たちの方が良かったんじゃない、リュウジ。明日やってやるから覚悟してなさい。心の回答弾は無理。あいつちょっとリュウジっぽさ残ってるな。なかなかのもんだろ。ネットでそれっぽいやついっぱい調べたからな。頑張って新聞切り抜いて貼ったのかな。微妙。確かに言いたいことはわかるけど、バカな子が背伸びしてる感はある。わかる。あのマークもいまいちなんだよな。そんなことねえし。鴨志田先生、なんかやったの？あ、知らない子もいるんだね。本当だったってこと？あ、噂好きな女子生徒は知ってんだ。つかこれ、鴨志田先生からなんか盗むってこと？ Take your heart だから心を頂戴するんだよ。この変なマークってなんだ？変なマーク。心の回答団って何者？でも心の回答団はいいな。盛り上がってんだし、よくね？誰が？お、鴨志田。いや、歪んだ欲望に心当たりありまくりのリアクションだ。相当聞いてるな。いいね、ザマーネゼ。貴様か、こら。貴様か。お前らか。違うよ。何のことだ？とぼけるつもりか。まあいい、どうせ貴様らは時期退学だ。お、来いよ。取れるもんなら取ってみろ。シャドウ鴨志田。さあ、警戒度マックス 100%。 今の鴨志田の反応、パレスに絶対影響が出てるはずだ。よし、いいな。お宝出現ってこと？今日なら行けんだよね。今日ならじゃねえ、今日しかだ。予告状を目にするインパクトは長続きしないし、二度は起こせない。お宝を盗めるチャンスはたった一度きりだ。了解。一日ありゃ十分だぜ。やってやろう。ターゲットに予告状を出しました。パレスに侵入し、お宝を奪いに行きましょう。やってやろう。いいね。さあ、放課後、お宝ゲットしに行く。そしてこの BGM が流れる。いいね。さてと。さあ、行くぜ。とりあえずセーブしておこう。さあ、ショートカット。
突き進んでいくよ。王の間、空き部屋。さあこの後ろに行ったところ、お宝をね頂戴していくぜ。レッツゴー。上から行ってもいいのかこれ。上から行っても良さそうだけど、とりあえず一旦はこっちで行ってみる。あ、ちょっと待って、ダメだ、行けないわ。ってことはここから行くしかねえのか。扉は開いてるし、兵士はいねえし、どうなってんだ。他に警備を回してここが手薄になったのかもしれん。よし、お宝さえゲットす、奪えば我々の勝ちだ。行くぜ、お宝。さあどんなお宝なんでしょうか。開けていくと、おお、王冠だ。でけえな。おっしゃー、お宝大出現。つーか、でかっ。どうよ、言った通りだろ。これで奪えるぜ。はあ、この輝き目にしみる。ちょっと盛るかな。なんかムカつく。なんかめっちゃキラキラしてんな。なんでこんな綺麗なの。鴨志田の欲望なんでしょ。お宝。盛るかな。つーか、猫が不自然にテンション高え。どうしたの。あら、猫化してる。あ、はしゃぎすぎです。猫になってるよ。いい加減にしろ、クソ猫。あ、いや、なんだ、レディの前でみっともない姿を。かなりみっともなかったぞ。完全にキャラ変わってたし、一体何なの。自分でも止められなかったんだ。人間の欲望にこんなにも惹かれるなんて。それって我が輩が人間ってことだよな。知らねえ。とにかくお前ら運べ。了解。命令ばっかしやがって。けど思ったより簡単だったな。すげえ罠とかあるかと思ったが。これ持って帰っちゃえばパレスが消えるんだよね。まあショートカットしただけだしな。それで鴨志田のやつも変わる。改心できるはずだぜ。よし、今のうちだな。重そうだね。こんなにうまくいくとはな。結果的にペルソナ使いが3人も我が輩の目に狂いはなかったぜ。お前と取引して正解だ。もうな。お、モルガとのモルガナとの関係が深まるのを感じる。お、コップ上がった。ランクアップ、レベル2。よし。いいね。急げ。ゴーゴー、レッツゴー、カーモシだ。なんだなんだ。おい、なんだその登場の仕方、かっこよくないぞ。あ、ちっちゃくなった。これだけは誰にも渡さん。これは俺様が上司である証明。この世界のコアだからな。あいつ、早くお宝よこせ。私のことあんな風に見てるってことよね。よう変態、待ち伏せかよ。探す手間を省いてやっただけだ。俺様が直々にここで始末してやる。はあ、やれるもんならやってみろ。こっちのセリフだ、セクハラ野郎。勝手な勘違いだな。勘違い？どこがよ。人に言えないようなことしてたくせに。隠してくれたのは周りの連中だ。俺様の自責にあやかりたい大人や勝ち組願望の強い生徒たち、そいつらが進んで俺様を守ったんだよ。みんなで得するためにな。カモシだ。得だ。わからないバカが多すぎるんだよ。貴様、青臭いガキどもも、飛び降りやがったあの小娘もな。そうね、あんたにいいようにされて
死んじゃおうとか、ほんとバカ。それに気づいてあげられなかった私はもっとバカ。けどどんなバカでもね、生きてくことにあんたの許しなんかいらないのよ。そうだ、お前はなんか改心させちまおうぜ。偉そうにするなよ。取り柄もない凡人が俺だけの才能を俺のために使って何が悪い。俺様は他の人間どもとは違うんだよ。そうね、お前は人間なんかじゃない。ゲスな欲望に取り憑かれた最低の悪魔よ。確かにな。俺どうしたかもしれない。俺はお前らと同じなんかじゃない。この世界を支配する悪魔さ。おい悪魔、でかくなってんじゃねえぞ。なんだこいつ。やばいな、目がいっちゃってる。全部俺様の勝手だろうが。ワインの中に入ってるし、あんちゃんが決着をつけようじゃないか。クソカモシだ。シャドウカモシだ。舌投げんだよ。ちょん切ってやろうが。で、トロフィーがあるね。なんだよ。見ろ、お宝あそこだ。あれどうやって取んだ。隙をついて取ってやろうぜ。オッケー、隙をつくか。奴を攻撃してチャンスを伺うぞ。了解。さて、バレーを打ってきたか。何を使えるか、まあ、探っていかないといけないよね。後半聞くかな。よいしょ。73ダメ。アギ71、まあ、弱点はあると思えないんだけどね。一応全部打っておこう。何が一番効くかな。いや、リュウジはね、ジオ魔法属性そんな食らわないな。ナイススカル、いいね。ちょっとなんであんちゃんそんないじめるのさ。よし、ディアしておこうか。いや、主人公はペルソナ変えておいて、一応弱点あるかわからないけど探っておこう。じゃステータス的にはエンジェルが一番魔法力が高いな。玄武でブーフいけ。よし、アンちゃんは自分で回復。そしてペルソナ突撃。いや、ダルカジャで主人公の上げとこう。攻撃力上げる。そしてペルソナ、どうしようかな。とりあえずガルで撃っとくか。いやいや、なんでアンちゃんばっか狙うのさ。で、2回ぐらい回復した方が良さそうだね。よし、エンジェルにしてディア。いや、ここは上げているから硬派で攻撃しとこう。105いいダメージ。ディア今助ける。でモルガナに頼んでダルカジャで自分の攻撃力を上げてくって。よし、いいね。んで、ディア。これで回復。うん、助かったよ。全回復。オッケー。お、うわ。女の子の足を食って、回復しやがったな。まずいな。あのトロフィー破壊しないとダメなんじゃない。回復だと。あの中のやつ食ったからか。ならトロフィーからぶっ壊した方が良さそうだな。了解。また狙ってる。なんでそんな狙う。敵の相性を調べる必要があるな。相性を見るあれはないんで、とりあえず銃でダルカジャで当たって攻撃力上がってるから。
何すんの？俺の価値わかんねえくせに触ってくるな。もうやめろよ。教えてからだ。いや、何？やめろって言われると逆にやりたくなるんだよな。振ってんじゃねえよ、ペルソナ。アギ。ペルソナ突撃。よし、ダメージ、ナイス。ペルソナガル。よし、あとちょっとで倒せるぞ。あ、なんだ。あー、人形しゃぶってる。汚い。戻すな。攻撃力上がっちゃったよ。おい、痛い。いや、硬派でぶっ倒せるかな。よし、壊せた。これで体力回復をできないようにできたね。嘘だろ。全日本で優勝の時の。ざまあ。かもしれざわねえぜ。よし、ホールドアップ。こんなことして許されると思ってんのか。俺様はな。俺様はな。なんだよ。鴨志田なんだぞ。だからなんだよ。それがどうした？だから、俺様は鴨志田なんだ。俺様は大雨だ。人のこと見下してるくせによ。今のお前、すげえだぜ。わざわざ取りに来てやってんの。さっさと渡してくれる？黙れ。貴様らなんぞにこれは渡さん。早く渡してくんない？まだそんなこと言う元気があるのかよ。ならこっちも本気でやってやる。行くぜ。総攻撃156。俺様は王だ。俺様が王じゃなかったら誰が王なんだ。どこまでも俺様に駆けついて。これはとっておきをやらんとな。とっておき？ドレルどもあれ持ってこい。命令の時ブイブイ言わせてた俺の必殺スパイカラー。やべえ。カラーラズコラーススパイカラー。なんだよそれ、必ず殺すって。どうしたドレルども、俺様のボールはまだか。ちょ、三島？すみません、鴨志田様。ただいまお持ちいたしました。遅いぞ、三島。このクイズの薄いのだ。あれ、こんなんあったっけ。三島？あ、三島？え、なんでこんなところに。落ち着け。あれは鴨志田の認知上の存在だ。本物の三島じゃねえ。三島やめろ。この感じ、攻撃が来るぞ。防御するんだ。次は誰だ。了解したが、必殺技に気をつけないといけないな。とりあえずジョーカーはガード。もうディアで回復しようか。リュウジもガード。モルガナディアしようか。ありがとね。オッケー。ミスれミスれ。いきます。あ、普通にやった。世界を使うのに決めた。お、無理をしすぎた。一撃かよ。やっぱり三島じゃ今一調子出ないか。おい、目障りだ。さっさと消えろ。申し訳ありません、鴨志田様。これあれだね、回復しておいた方が良かったか。さっさとボール持ってこい。次誰？あ、バニーちゃん。鴨志田様、ボールをお持ちいたしました。ちょっとすごい格好してるんだけど。いい子だ、スズ。そう、女どもも俺様に対して従順であるべきなんだ。嘘でしょ。シホがどうして。ハザー、落ち着くんだ。あれは本物じゃないぞ。またスパイク来るのか。これそうだよね。でもこんなのって。くそ、鈴井まで。てめえ、もう許さねえ。シャドウが目を向いた。なんでだぞ。もう一
一度見たいんだな、俺の必殺スパイク。え、まだ来るのかよ。スパイクに集中する鴨下に攻撃をし続ければ、スパイクを防げるだろう。それとも認知の鈴井を倒して鈴井のトスを防ごうか。認知の存在なら攻撃しても実際の鈴井には影響ないはずだ。どうする？え？いや、ここは鴨下を狙うべきだ。了解さ。いや、だがしかし、次はちょっと味方がやられちゃってるんだよな。自害死の弾はあるんだけど、モルガナカモン。死んだフリも疲れるな。一応アンちゃんも回復させておくか。アイテムを使う。自害死必殺来る場合はガードした方がいいのか。よし、攻撃しまくれ。やめて、鈴井ちゃん。うーわ、めちゃくちゃ強え。あ、こうなるんだね。あ、で、死ぬとこんな感じで、何時地に伏し、今命は絶たれたり、こんな感じで死んでしまうんですね。なるほど、認知の存在か。終わりか。なんともくだらぬ幕切れであったもの。いや、全然違ってるな、無印と。このさ、影響はないはずだがってのが気になるんだよね。まあ、やるトスを防ぐしかないよな。あの必殺技めっちゃ痛かったし。で、どれぐらい食らうかなんだよな。お、ウィーク。いいね、バトンタッチ。これ効果は弱点だ。有効な攻撃はあるが、弱点も探さないとな。ダウンさせればいけるかな。一応ここでディアしておくか。よし、感謝するぞ。回復。ちょっと体勢立て直すのが先かな。突撃。クリティカル取れたらいいんだけどな。ガル。攻撃を元に戻った。あ、いけるのか。しまった。これ普通に倒した方がよかった。強いね。さあ、ここまで戻ってきたんだけど、認知の鈴井を倒して鈴井のトースを防ぐっていう方法、ちょっとこの影響はないはずだかっていうのがちょっと気になるんだけど、鈴井のトースを防ぐしかないんだよね。で、一応硬派でウィークが取れたんだけど、次必殺技打ってくんだよね。これが非常に厄介なんだけど、これどうするかなんだよな。ここで一旦ちょっとガードしてみるか。一体を防いで、その後に鈴井を倒す。それがいいんじゃないかな。はい、鴨志田様。俺様の遺伝子を知れ。どんぐらい食らうこれ。モルガナがやられた。まあ、モルガナは、蘇らせよう。効果。ウィーク取った。もう一回硬派でおく。アギ、いや、一気に叩いた方が良かったのかもしれないこれ。自害死、蘇れ。この自害死の玉ってので、行動不動の仲間を蘇らすことができると。で、ジオでいけるか。あ、弱点。いいね。パチンコで、パチンコどっち食らうかな。こっち行ってみるか。よし、さよなら鈴井ちゃん。気持ち悪いな。
絶対許さないから。鈴井、悪いな。必ずあのクソ野郎ぶっ飛ばすからよ。関係ないよね、本当に。もっとボールを持ってこいっつーな。ボールがなくちゃぶっ放せねえだろうが。どれのやつだ。もう誰も残ってねえのか。残念だったな。力づくじゃラッチが開かないぜ。あ、なんだ。バトルによっては仲間に普通とは異なる特殊な作戦を指示できる場合があります。そうした作戦では成功すれば戦況が大きく有利になります。仲間の提案を参考にして成功しそうな仲間をうまく選びましょう。一人少ない状態でバトルすることになります。どうする？王冠だけを狙おう。なるほど、ならばプラン B で行くか。いいね、プラン B。 見ろ、あのテラスのとこだ。鴨下の気を引いてるうちに誰かをあそこまで行かせるんだ。鴨下に気づかれないようにお宝を取っちまおうぜ。了解。でここはあの王冠取っちゃおうよ。鴨志田のお宝を奪わなければ誰かを派遣しようか。てか、キモ、私ばっか見てる。俺、いつでも行けっから。我が輩の手並みを見せて。俺、じゃあここはね、モルガナは回復あるから持ってないリュウジだけ行きますよ。よっしゃ、攻撃して気を引いとけよ。そうこなきゃ。了解。今主人公はまあ割と多いから、後半で自分で回復。ガル、まあ作戦バレないようにね。いい。攻撃して鴨下の注意を引くんだ。引きたいのは山々なんだけど、ちょっと危ないんだよな。そい。全然聞いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。了解。パチンコで攻撃いかないかな。あ、危ない。モルガナがピンチなんだよ。注意を引きたいのは山々なんだけど。マギ回復。よしよしよし、これ全開。なんかモルガナめっちゃ狙うな。よし、これで注意を引いていこう。マギ、これ全体回復がねあればすげえ楽なんだけどね。よいしょ。残念。ナイスジョーカー。あ、やべ、バレた。いや、戻されたか。もっと攻撃しといてくんねえと、あいつに気づかれちまう。了解。いただいていく。あ、リュウジ回復しようか。もう一回チャンスを願うしかないか。助かったぜ。ヘルソナ突撃84か。一回ディアで立て直そう。なんかすごいボナ狙ってくるな。よし、で今の状況だったらいけるいける。これで攻撃しまくるぞ。後半主人公は突撃の方がいいかもしれないな。ナイスジョーカー。ペルソナ変えるぞ。今のところ一番攻撃力高いのはこいつか。ケットシーか。じゃあケットシーで倒そう。スラッシュ69か。そんな食らわないな。いいぞ。了解した。ちょっと自己回復してくれ。こっち倒しとくから。よっしゃ、注意を引けてる。バカなこと言ってんな。いいぞ龍二。まあいいや、この隙にレッツゴー。落ちそうじゃん。ちょ、大丈夫ですか。あ、やられた。無理をしすぎた。離脱して支援に。いやでも逆にこれ自害死の弾でやっといた方がいい気がしてきたよね。後半いただいていく。よいしょ。で、ペルソナバレちまうの分かるけどやられてるんだよ、モナ。
カモン。死んだふりも疲れるな。よし、これでガル。よいしょ。おおお。攻撃してカモシタの注意を引くんだ。了解。分かってるよ。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。50ぐらい持ってかれんのが辛い。よいしょ。あ、主人公か。主人公ちょっと攻撃されるとまずいんだよな。王冠さえいければいけるんだが。よし、注意は引けてる。ガル、50ぐらい残ってれば大丈夫な気がする。ナイス回避。了解した。引いてるよ。それセクハラしてるやつの言い草だわ。俺様とお近づきになりたいってんで向こうからオーションかけてきてんだ。バカすぎる。まったくだわ。まあお宝に近づけていいけど。よし、なるぞ。いいぞいいぞ。これで次ぐらいでいけそうだな。ナイス回避。主人公は銃で撃ってみよう。ナイス攻撃。アンちゃんも81か。よし、ボルガナはガンだ。よいしょ。66。木のナイフ、今回自分で回復。ペルソナアギ、ペルソナガル。分かってるよ。もな、いや50だからまだいける。いや SP がないから一回回復しておこう。もう物理で攻めるしかないな。アギ、ガル。あら、今さら気づくのせいよバーカ。いいぞリュウジ、レッツゴー。ナイスお宝。あーばー、お宝がすげえ間抜け面。いいぞ、カモシタが動揺している。よっしゃ、いけんじゃないこれ。しおれている。そんなに大事か、あのお宝が。ペルソナケトシスラッシュ、一応回復しておくか。196、めっちゃ食らうな。行くぜ、突撃。終わりだ。ガル、よっしゃー、倒した。さらばだ、シャドウかもした。さあ1万2000円もゲットしたね。ケトシレベルアップ。よし、レベルアップ。いやー強かったね。ニュースキルゲット。おお、良さげなスキルではないか。あ、メディア覚えんのこいつ。ケトシ便利だな。おい、何してんだ。どうしたの、逃げないの。逃げたらいいじゃない、運動神経抜群なんでしょ。そうだそうだ、昔からそうだ。ハイエナどもが機体という名の押し付けばかり、そいつらの分までやってやってるんだ。見返りを求めて何が悪い。言い訳かよ。かもしれない。お前のその歪んだ心、俺らが何とかしてやるよ。改心させてやるよ。怖い。今あんたは志保と同じ景色を見てるんだよ。そっから落ちんのか。きっと志保も怖かった。でも飛び降りるしかなかった。あんたはどうするの、飛び降りる、それともここで死んでみる。一思いにとどめ刺しちまうか。まあ任すぜ。
やめてくれ、頼む、やめてくれ。みんなあんたにそう言ったんじゃないの？けどあんたは平気で奪ってたんだ。分かった、俺の負けだ。とどめを刺せよ。そうすれば現実の俺にもとどめを刺せる。勝ったお前らにはその資格がある。あ、廃人になられたら罪が証明できなくなる。アンドノは優しいな。俺は負けた。負けたら終わりだ。償え。これから刑務所でな。どうすればいいんだ。罪を償え。分かった。俺は現実の俺の中に帰ろう。おい、やばい。おいおい、長話してる暇はないぜ。ここはすぐに崩壊する。ついにやったか。ちょもうな、猫化してるよ。死ぬ、死ぬってば。ちょっと、あれ猫になってる。ニャーじゃないだろ。あ、リュウジ。リュウジ、久々で持ってるだけだ。いや、なんとか脱出できたか。よかったな。ナビ見てみろ。え、目的地が消去されました。お、パレス消滅、やったぜ。本当だ、行けなくなってる。お宝は？あ、なんだそりゃ。ゲットしたんだ。メダル？え、あの王冠は？どうなってんだ？てか持ってこれんだね。鴨志田にとっての欲望の源がそれだったってことだ。金メダルか。やつの中じゃこのメダルがパレスで見た王冠くらいの価値ってことだろう。これオリンピックのだろう。ああ。金メダルか。あの変態野郎、過去の栄光ってのにしがみついてただけってことか。でもこれで鴨志田の心変わったかもなんだよね。多分。こっちは退学かかってんだぞ。多分かよ。我が輩にとっても初めての成功例だ。でも鴨志田の人格に相当な影響を与えたのは間違いない。パレス丸ごと消えてなくなったんだからな。なるほど。ああ、モヤモヤしやがるぜ。今すぐ確かめらんねえの？様子を見るしかないでしょ。そうだね。しかし揃ってしけた面だな。喜べよ、大成功に終わったんだぞ。実感ねえからな。まあね。多分大丈夫だと思うぜ。あ、本当。鴨志田のシャドウ、現実の自分に帰るって言ってたろ。ああ、言ってたね。鴨志田すぐる、あんなやつは人間じゃねえ。けどあの時だけは少しだけ人間らしかったな。確かに。きっと改心してるよ。お前らのおかげで救われた奴が必ずいるはずだ。モルガナ。とにかく
待つか。鴨志田の野郎がどうなるのか。マジで退学なのとか。まあ今は待つしかないだな。じゃあ帰るか。さあついに鴨志田パレスもなくなってしまいましたね。さあ異世界と現実世界を行き来したからさすがにクタクタだな。遠出はせず近場でゆっくりしようぜ。疲れてしまい遠出できなくなります。さあパレスも終わった。これで司法の肩書きが取れた。私一人じゃきっと何もできなかった。本当にありがとう。君のおかげだよ。アンの協力あってこそだよ。でも認知の世界だって不思議なところだね。人の心を盗めちゃうなんて。不思議といえばモルガナの変身もだけど、脱出の時パレスの中なのに都合よく猫になってなかった。アンドの目ざといな。さすがだぜ。物の形を変えちまう歪みの源はお宝だ。失えばもう力は働かない。ほう。ま、そうは言ってもあそこで早々に変われたのはベテランの我が輩だからこそだけどな。ああそうなんだ。すごいだろ。すごいだろだそうだ。このちゃんとモルガナも見てんだね。なんか話したらすっきりした。ありがとね。まだ結果は出てないけど少し肩の荷が下りた気分。また話聞いてね。じゃあまた明日。さあ鴨志田の改心を待とうっていうことだね。あとは読書とかいろいろはできるけど、まあ今日はそうだな、ちょっと店の外に、あ、遠出はできないのか。ってことは外に出ることもできないか。じゃあ昨日見た DVD の続きを見ますかね。じゃあよし、結果を出るの待つから。お、バブリーヒル高校白書を見ましょう。あ、私やっぱりあなたのことが好きだもん。参ったな。俺には彼女がいるんだぜ。それでもいいならめっちゃディランシーンじゃん。恋愛模様ね。やれやれ。いやダメだろ、彼女がいて他の女性と付き合うなんて。うん、ダメでしょ。お、見終わったね。魅力について学べたんじゃないか。いいね、学べました。お、気になる存在になった。一個上がったね。よし、人並みから気になる存在になった。よし、今度 DVD 返しに行こうぜ。さてと、さ、メールか。さ、今日は休みですね。お、練習やるけどどうする？あー、練習か。返事は後にしておこう。今日のカレーは自信作だ。味わって食えよ。いいな、カレー。毎日カレー。誰かから誘い合ったんだろ。食べ終わったら2階で返信してみるか。にしても自信作のカレー、うまそうな匂いだな。さあ、昼前になった。で、日曜日はこんな風に行動できるんだよね。じゃあこれで鴨志田改心してんだよな。どうなると、どうなろうと知ったこっちゃねえけど、死んだふりしたら、あ、死んだりしたら後味悪いな。ちょっと不吉なこと言わないでよ。とどめは刺さなかったから大丈夫なんでしょ。そのはず。まさかあんなやつのことを心配するなんて、なんか変な感じだな。まあいいや、明日になれば何かわかるだろう。だね。じゃあ明日楽しみに待つしかないな。ほんじゃあ、明日まあ学校なんだけど、今回はちょっとここら辺で終わっておきましょう。まあ、鴨志田のね、パレスも無事クリアということで。書くか。この続きはまた次回ということでね。それでは、グッバイ。